株式会社写真屋さん4五っていうのが創業時の社名です昔は写真って工場でプリントしたんですよねそれをショップでもプリントができるような要は誰にでもプリントができるような機械っていうのがミニラボキというのが発売されたのがちょうど30年ぐらい前要は集配して工場で写真をプリントする時代からそれぞれのお店で45分で渡せると写真をプリントして それが社名の由来の写真屋さん45なんですけども、当時実はその周杯ラボをうちの大塚カラーという会社でやってました。で、大塚カラーが小売店の写真屋さん45を出すということは、お客様に対して対抗する店舗を大手法が出していくみたいなもんなんですよね。で、これは非常に大きな決断だったと思います。で、それを30年前に、でもこれからの時代は、 間違いなく、そうなってもショップでプリントをしていく時代になっていくからと。いうので、まあ、ショップを展開していって、デジタルカメラで携帯カメラが登場したことによって、えーまあ、写真がどんどん悪くなっていくという時代が来るんですね。で、その時に社名も写真屋345から45コーポレーションに変えて、写真屋は写真屋であってはダメだと。いうので、えー、写真に代わる新しい まデジタルの時代だから逆にいいこともあるだろうと。いうので、写真だけを売るのではなくて、今の時代、水と空気以外は1枚から1個から何にでもプリントができると。いうので、そういう何にでもプリントができるショップっていうのが1つの街に1個あったら便利じゃないと。で、当時その印刷とかそちらの業界っていうのも非常に大きく変わっていって,いってる時代だったので、でもそういうショップになろうと。いうので、デジタルコンビニーと。 いうのに変わってきたと。例えば、石骨院さん、飲食店さん。まあ、そういうところにも、当然、そのサービスを同じように提供していて、まあ、地元に密着して、で、この近隣を皆さん盛り上げるぞ、というようなショップをやっているので、そこでも同じその小売り目線というか、そういうちょっと変わったサービスというのを提供していますね。 新しい店をやりたいと。じゃあ、看板どこに頼んだらいいの登りどこに、ポスターどこに頼んだらいいのショップカードはどこわかんないんですよね。地域に根付いて、その、そういう新しいものを作ったりとか、まあ、変えたり良くしたい時っていうのに、えー、うちがそ,そういうサービスを非常に気軽に、もともと昔の印刷屋っていうのは非常に、えー、あまり言葉は良くないんですけども、ちょっと入りづらかったりとか、 で、やっぱ看板屋っていうのも、ちょっと、え応、ー、対がしづらいとか、やっぱそういう業界なんですね。で、それに、うちはもともと写真屋なので、えー、まあ非常に入りやすくて、相談しやすくて、で、非常に良いものを、えー、まあ適正な価格で提供するというようなショップっていうのを目指してますね。で、今ちょっと考えているのが、えー、ただ、看板とか、 ショップカードとかチラシを作ってお渡しすると。これはこれでいいんですけど、まあ、せっかくだったら、あのー、もっともっと活性化させたいなと。例えば、看板コンテストとかをやってですね。で、あのー、まあ、うちで看板を作って新しくお店を出したお客様をですね、こうエントリーしていただいて、うちの店の特徴とか、売りは何だとか、店を5つぐらいエントリーしてもらって。で、えー、他のお客さんに、 行ってみたいお店はどこかって、例えば選んでもらうとか。で、そういうのをこうずっとこうやっていくと、実際に、なんて言うんでしょう、こう活性化になりますよね。その、そこのお店に実際どんどんお客さんも行ってもらったりとかして。で、そういうなんかこう、売って終わりではなくて、えー、売った後もずっとこう、いろんな形で価値を提供できたりとか、まあ、繋がっていけるような、ことをどん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 やっていきたいなと思ってます。 早くこのデジタルコンビニというのを新しく出店して構成に出るという一店舗を出すというのを早くやりたいなというのがまず一つありますね。うちの会社本当に新しいことをすごくどんどんやっているので、えー、10年後何年やってるかっていうともっといろいろやってたいなと <laughs> 今思いもつかないようなことをいろいろやってたいなというのを思いますけどこうありたいなというのは、えー、組織 を強くしたいなと。人が、ええー、どん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 責任感を持って働ける会社づくり。義務とか責任とか自由とか、そういうものを持って働ける会社づくりをしたいなと思ってます。そういう新しいものを常に放したりとか、思行したりとか、今あるものに対して常に疑問に思ったりとか、困ったり迷ったりとか、 そ中から新しいものっていうのを常に、えーまあ、探したりとかそういうのを欲していくっていうようなマインドで常に自分がいることであったりとか周りにそういう環境があるそういうことをしている人間が周りに多いとかっていうのがやっぱりいろいろ常に新しいことをやっていくためには、えー、そういう必要なんじゃないかなと思いますけどねあと組織を作っていくことに関して言うと人はやっぱり役割与えられた時っていうのは一番成長するんで 失敗した方がどんどん成長が早まるし、結局失敗が言われて失敗したのだと、だから自分自身の失敗じゃないことっていうのは、その人間の成長に多分繋がらないんですよ。でもそれを自分で考えて自分で結論して、決断して失敗したら、すごいその人間の授業料になると思うんですよね。で、要は人がどん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 それで成長していけば、任せられる範囲が当然増えていく。任せる範囲がどんどん増えていけば、 さらに、これから、もうちょっと、えー、範囲より、もうちょっと大きなものを渡していくと。で、まあ、人がどん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 成長して育っていけば、え事、ー、業自体もどん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 大きくできる、それだけキャパができるんで、事業を大きくしていくためには、それがもう間違いなく必須だろうと思ってます。うん